疲れ様です。お疲れ様です。ただいまの時刻、牛水滝の夜中の3時でございます。夜中の3時か、牛水滝2時3時でございます。3時でございます。伝えてください。3時でも指定秋葉から音がします。さあ、なぜ音がするか見てみましょう。怖いなぁ、怖いなぁ怖いな、怖いな、怖いな。使えるようになってきたよ、お前。そうそう、まあ、本当は6時22、3分。はい。まあ、ちょっとドバを、取材受けは、まあ、ね、なかなか動画の本数もちょっと追いつかんってことで、まあ、別で1本撮っとんだけど、今。はい。ちょっともう1本、ちょっともう完全ノーカット。本当にじゃあ、この、ね、足場の職人さんって大変じゃん。はい。まあね、足場の職人さんが見とるのも多いと思うんだけど、まあ、ね、足場の職人ってもっと優遇されてもいいと思うんだよね。現場でもええし、はい、まあ、塗装とかシーリングみたいな技術系の仕事だけど、足場職人ってさ、まあ、よく言われるけど、まあ、バカしかできんとかなんかよく言われるけど、まあ、本当その通りで、体力勝負っていうか、まあ、難しいこともいっぱいあるよ。全員がバカじゃないけど、体力勝負すごい大変だと思うの。若い時しかできんしね、はい、でこんな時間でも本当にこうやって積み込みしてるから、ちょっと見ていこうかなと思う。完全ノーカットできるな、これ。完全ノーカット、もうやらせなし、もう完全に良かった。お疲れー。ノーカットにしたらまさかのお前が、いや、これ30分ノーカットですって言って撮っとんのに、はい、お前が最初に来たら、はい、あーやらせやーって視聴者なんだやらせかってってことは、指示だけでした。作業しないだろ、お前。作業全くしないです。まあ、作業するのはやっぱヘルメットとかスリッパいるじゃないですか。だけど、まあ、はい、作業するんだったんですよ。ヘルメット、スリッパ、ヘルメット、スリッパ、僕、安全靴のことスリッパって言うんですよ。もうパッてあれした時に切り返しです。黙れ。はい、黙れ。とりあえずします。あ、単価の話します。単価の話。30分しか時間ないで。もうね、できるだけ視聴者にも、はい、多くをプレゼントして。昔みたいですね、ノーカット資材置き場。そうそうそう、それ結構すぐ伸びてるな。伸びてます。あー、すげー。実習生こうやって頑張っとるな、みんなな。あ、それあそこ、あそこ。はい、それインスタやったわ。インスタやったわ。インスタやったわ。何だ。いや、そう、何も動いてない。なんで嘘、なんでこんな。じゃあ Google カレンダーをこっちに入れたいなと思って。ああ、そんなみんながやってる時にそんなことやんなよ、お前。え、まあ、無所でやれよ、じゃあ。そう、みんなよ、そのことあんだろう。パッと終わらして、お前失礼だろ、お前。結局お前あそこなんとかなった、この間現場で揉めて喧嘩になって、うちの人間、ベトナム人の日本人殴り合いになってるけど。ああ、いつき工業と同じじゃない。どうですか、一級工業は。なんか喧嘩になったら、あいつは作業の浸透は熱いな、ベテランの人ばっか使うもんで、何やったら、何やあれ、違うんですよ、作業してましたね、多分。なんか一級工業なんか全然やってなかった、実習生はやったら、新入職ね、新しとったもんで、って。で、それでそうなったんです。それがいいでしょ。視聴者、かっこいいかっこいいって、ここ絶対使える、ノーカットだもんな、しょうがないもん。 Google カレンダーの設定してます、このところで。これ実はだよ、これが実はだ、これがエンタメだ。あれ誰が乗っとん、車。まさかの実習生乗ってねえだろ。ちょ、まずいぞ。あ、敷地内ならいいんだ。いや、ダメですよ。あ、あれ、ショートかも。うわ、おじょい。あれまずいな、これノーカットだもん、しょうがないよな。これがノーカット。画面切れ一つ。誰、指名手配の一つ。指名手配、はい、指名手配。あ、そうなるんだ。あ、一緒に。あ、なんかやって、なんかやって。普通どこやろ。はい、この間ライブで盛り上がったあの二人が。いや、切れたい。切れた、一人帰ってたっすけど。はい、どうも。土曜日のライブ反省しよう。金曜日のライブ反省しよう。何やってるんですか。何やっとん。偉いな。なあ、ミュージシャン偉いちゃいな。あいつ好感度上がっておいて、俺、重き下げたいで。Google のカレンダー設定しようかな、あいつ。Google カレンダー設定しようかな。偉いな。なんだよな。はい、ちょっとライブが成功したからって偉そうになってもない。はい、1000回なあ、ショー、そういうんだ。1000回、1000人に見えたわ。途中から入れるの。
いや、多分入れれんすよ。多分いけるあ、今直しよう。バンドが消えちゃった。いや、出るよ。リュートで面白いです。いや、行きますよ。あ行きますよ。はい。結構ゼロが崩れたで、もう一回積み直しとんだ。違うか、そういうことだ。いいよ。これは僕の力や。これが俺の力や。見えてねえし。一般人全然できんから。見えてねえし。お前にスポットライトなんなら当ててねえし。ちょっといいですか。見えてないというか、こいつ向けてないですから、カメラ。カメラ向けてないですか。そうそう、やったらな。これでライブよかったな。はい、大成功だったね。そうっすね。あ、よかったっすか。お前のおかげだわ。俺のコメント見た時だけ、にっそーって笑ってるしな。沈黙で笑ってるから、あいつ社長からコメントだもん、言わずににっそーって。ずっとチュアみたいにベロ出してたから、ちょっと一時期。今日は詰め込みの味はあるの？もう、リュウシ君の終わったら、うん、終わりっすよ。あいつ携帯しとったよ。終わるね。許せんの？それ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 はい、携帯何、あの外出てグーグルカレンダーにしとったら許せんの？グーグルカレンダー設定してるんですよ。許せんの？あ、もう許せん。大丈夫なんで大丈夫なんだって。面白くねえだろお前。許せんですって言えよ。面白くねえで。所長いや、この土場の所長俺だから。所長だろ。いや、まだ所長なりたい。土場の所長でいい。所長とりあえずは土場の所長で。工場長。土場長。土場長は多分あのリュウジ君って。リュウジ君って Google カレンダー設定してるじゃん。あと他におらんの？あと指名手配と。指名手配って言うなんて多かった。本当じゃないですか。嘘だろ。そうですね。ぶち切ってやめとるもんね。出せんの。そうですね、出せんすよ、うん、あと、あ、もうあと自習生だけですね。あと自習生だけ。まあ、ほんならもうここで指名して。もう何分経った？20分ぐらい。まあ10分ぐらい。あ、全然進んでないです。何分？見える？見えないです、これ。何分ぐらいですか？終わるか。10分ぐらいじゃないですか。電話来て僕20分ぐらいから来たんで。多分10分ぐらいです。もうちょっとじゃあ向こうからどこか。ちょっと向こうからで来るわ。向こう、シャンたちもう向こう来る？はい。向こう来る？ちょっと来てな。はい。で、最後閉めるで。3分、5分後ぐらいに来てな。これが実体験。ん？これが実体験。これが実体だよ。これがブラック企業の実体だよ。照明暗いな。はい、もうちょっと明るくしてってことはやるってことだ。で、どうします？手ぶらで帰ってきたら。どうじゃん。あ、うまっ。今あれだよな、掛け算の勉強しとったら。よし。なるほど。そういうことだ。ないな。ちゃんとしような、お前らな。すごいな。はい、な。はい。やってみな。一生懸命真面目になってやっとるでな。あ、何だよ。どう？はい。マッチョどこ行くの？マッチョどこ行くの？珍しい。あ、何それ？珍しいぞ。あ、ちょっとそれ見せてよ。え？それ見せてよ。何なの？珍しい。何？これ長方形。は？長方形。どうやって使うの？はい。これか。なんでこんな長方形？これはコン、これコマに差し込んで、差し込んで、ブラケットみたいなこと？いや、階段の時に、大体、足のところでジャッキーの巻き手が例えばこんだけあったとして、そこから450円上がるんですよ。おうおう。その、ちょっと高いじゃないですか。あ、いいですよ。ちょっと1段目が高いじゃないですか。ここになっちゃうじゃないですか。もう上がらなかんもんで、それは、顔は、顔は、顔は、臭いぞお前。コマに入れるとこんだけ下がるんですよ、一番下のステップから。あ、下に下ろしたいんか。そうで、そうするとスムーズに乗ってくるんで、こうやってジャッキに当てるんだ。じゃあそう、ジャッキじゃないです、足場の本当す一コマ目に入れて、で本当下の部分。あ、目いっぱいで。そうです、目いっぱいで。それブラケットじゃダメなの？ブラケットだと入らないですよね、ここの部分に板が。そうすると、ここに板入るじゃん。あー、ここに板入れたいんだ。はい、板が来た。あー、そういうことか。
あ、下に板入れたいもんで、あの、なんかでかいところが一体もう床からの高さはいくつとか狙える。そういうのあんの、うん、それはいいよ。これ結構いい。おすすめです。なるほどな。はい、あ、じゃあまだ来ない。はい、来たり来たり来たり、イケメン、ショー。まあ、この最後締めようぜ。まあ、これ全部積み込みだね。ちょっと説明しよう。はい、これ全部積み込んどる。これ全部積み込んでます。今日やったの？これ今日ですね。何台やったの今？はい、まあでも全台はやってないんだ。まあでも全台やってないですね。今今日4台だけ。ああ、何時帰り？4時50分ぐらい帰ってきて、5時半に帰ってきて4台。早く帰ってこれるといいけどな、4時とかにな。そうですね、結構目いっぱいある。目いっぱい、まあ早いチームは早いんですけどね、4時とかに帰ってきて、うん、でまあもう1チームが帰ってくるときに5時ぐらいにパッて、うん、もう1個の協力してできるようになってるんで、うん、まあ全然、まあ前と比べたら全然、まあこれ冬になるとも大変だよね。パンパンじゃない、ああ、そういうことか。はい、多少は落ち着いてるよ。多少落ち着いてるんで、うん、まあそこまで逆にみんな喜んでますね、この時間帯に帰れる。これぐらいがいいや、はい、この時間が喜んでる。まあ一定7時だろお前。この時間で喜んでる。そう、リジ、はい、よかったです。やばい、あ、だよ、ちょ、なんだこっちなんだ、行ってるの、ちょ、なんだ、よかったです、はい、あ、よかったです、はい、どこ行っちゃった、あ、行った、はい、炎上するっすかね。炎上してるっすね。炎上してますよ。お前も喧嘩した、あ、お前も最初喧嘩したの？そうっすね。お前見た？喧嘩じゃないっすよ、はい、喧嘩じゃないっす、なんかあの、お互い言い合っとって、視聴者が見たら喧嘩だけど、うちの喧嘩した普通っすね。言い合いにもなってないっす。お前なんかよく泣くじゃん。え、お前なんかよく泣くじゃん。僕からしたらね、僕からしたら、ね、俺って頑張ってるじゃんって書いて泣くじゃん、お前よく。これどこで使われる？一つだけ言わせて、視聴者さん、俺が頑張ったらやばいから、多分。もうみんな仕事取れんからね、多分。あ、来た来た来た、あれ好きなのかな、夢だったのかな、長かったのかな、もしくじゃん、またカルカル、カルカル、はい、そんな感じです、ノーカット。はい、今週もこんな感じで終わるんですか？30分ぐらいです。1分終わる、1時までから帰れる。あ、はい、いつもこんな感じ、いつも7時。はい、もうちょっと焦っとるんだって、お前。でも俺でもかなと思う。俺から見たらボーボーするぞ、お前。お前これ違う。俺と仕組みたら、あれやとか言ったらボーボーしちゃうぞ、お前。そしたらこいつ今、あれ職長だもんね。みんな来るっすよ。いつ行こうよ。15対1でも。さあ、ロープで絞られたらみんな引きずられない。トラックで引きずられる。まあ、そんな感じです。まあ、ちょっと大変ですけど。はい、まあ、島さん、ね、いっぱい見とると思うんで。はい。大変だと思いますけど、まあ、頑張りましょう。頑張りましょう。あ、 あと求人道場、はい、求人道場建設業専門で検索したら、あの、もう結構全国の建設会社さん、足田さんとか土佐屋さん多いかな、結構出てるんで、はい、ぜひまたそっちの方を見て、またいいと、はい、転職を進めるわけじゃないけど、はい、うん、まあしょうもないで働いてるんだったら、なんか会社探してね、練り替え道場で働きたいっていう人も結構おるけど、働きたいじゃなくて行動しろ、意味ないもんね。転職じゃなくて手に職ですよ、わかりました、はい。はい、じゃあ、少々、しますか、しますか、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。次回の動画のチャンネル登録お願いします。いいねをよろしくね。